こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。こんにちは、そしてこんばんは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回、公開動画100本目ね。ご視聴ありがとうございます。前回、現代の唯物論とは、進化論という思想の上に成り立つ関連論のようだと述べたのぜ。あれ、そこまで言ったっけ？生物進化は科学だけど、ダーウィン論は唯物論下で展開した思想であって、多次元世界の下で展開した関連論的進化論が打ち立てられたら、取って代わられると思うよ。一神教の世界観からはまず中間的な霊存在が、そして西洋社会からキリスト教的な世界観自体も、衰退させられ、科学が進展してきた。人類が宇宙時代を迎えるために、急速な科学の進歩が必要ではあったけど、生物学や進化論は、それでは材料が不足していることを見てきたんだね。こんにちは、ゆっくりミスティだよ。それで、今回は、進化論の問題について、まとめる回でしたね。なので、今まで挙げた主な問題点を、まとめてみました。お、ありがとう。でもこの字、スマホで読めるのかな？ほむか。これらは、進化論は何が問題か、丸1から丸5、丸6から丸10などで扱っているのでぜひご覧ください。この中の適応概念の曖昧さって、何でしたっけ？あまり丁寧に論じていなかったのだけど、カント哲学の3批判の領域で説明したことがあったね。自然選択は現象界で起きている事象だとしてもだよ。品種の選抜など育種家の意識が働く人為選択は、精神界が必要となるね。それを現象界の範囲で扱うのは間違いなのね。だから人為選択をアナロジーとした自然選択の導入は、その方法からして怪しい。そして適応ですが、キリンの首が適応しているという定義も、主観が行っていることなんだね。キリンの首はどれだけ適応していて、背中やお腹はどうなのかとか、数値化できないのね。ハチドリやランの花が美しいとか、カマキリの前足が適応しているとか、カントの言う判断力の範疇の能力なんだね。合目的だと判じる根拠は、科学で扱う現象界にはないのね。まあ合目的な形態のものが子孫を残しやすいと個体数で判定することはできるが、それを自然界で実証するのはほぼ無理だね。カマが不全なカマキリの化石が大量にあるとか、自然に適応や合目的性を見る判断力を、科学で扱うのは、カテゴリーミステイクなのぜ。なーい、もうのおねだり。ちょっとやそっとで、満足でーきーなーい。だか、すみません。先ほどのまとめで右側が開いていましたけど。もう一つの論点として、原進化論に欠けている内容を挙げてみました。このあたり、地動説の生物進化論、進化論の何が問題か、4から8などをご覧ください。生物の世界。で、くしくも、ウォーレスと今西金次の両者の著書名なのぜ。生物が生まれ死んでいく本当の世界観で、進化論を見直してみようということだね。唯物論の世界観を時代的なものとして退場願い。精神世界を見る視力を取り戻す必要がある。それはウォーレスの最晩年の本、生物の世界で描かれていた世界観に近いのね。そこには多次元世界の階層性のある霊界構造があるのぜ。ざっと言ってしまうと、アニミズム的な、ワコン。要塞の世界観を必要とする。一寸の虫にもゴブの魂を見ながら、自然科学を進める視点やね。そこに今西金次さんの自然学も関係してくるのね。私の自然学は、直感や語性、純粋経験など、宗教的知性も方法論に組み入れた学問で、その提唱と展望を述べたんやが。学問家の構築は構成に託されたようですね。種の構造と進化について、こだわりすぎたんかもしらんの。これからの学問なのね。でも先ほどのウォーレスさんの世界観によって、進化の要因もいろいろあるとすれば、種の形成要因も、様々なレベルの要因が、重層的になっているから、種のあり方がまちまちだったり、定義が難しかったりするのかもしれんな。ありがとうございます。あと先ほどの宇宙というのは、動画で扱った内容は2つ。1つは UFO が高次元世界を通ってきているとしたら、それは目に見えない生命世界の、存在証明にもなるという仮説。もう一つは、宇宙人そのものや宇宙人が連れてきた動植物が地球に入っていたらという仮説だね。系統が近いのに形態が似ていない事例なんて、動植物にはざらにある。そこに、宇宙での変遷という空想を入れても面白いかもしれない。まあ、あくまでも仮説ですね。でも、海中で過ごす昆虫がいないなど、宇宙起源説は囁かれてはいますよね。火星の探索でこの辺り一歩進むと良いけどね。欠けている論点はそんなところで良いでしょうか。ウォーレス役キヨテルです。生物の世界での霊的進化論の概要は今までもだいぶ取り上げてもらっているので、ここでは最近の考えをまとめとして紹介させてもらいます。やはり世界観として、あの世の存在まで含めると、
自然選択とも両立する進化論は構築可能なんですね。ウォーレスさんの霊言。ちなみにダーウィンさんは、ダーウィンさんは、あっち。あ。ちょー止まった。ダーウィンさんが来た。この記念すべき100回目に、主役級が招待されないなんて。ダーウィンさん、いつもどちらから来ているんですか？うん。前景書の後書きにも次のようにある。なになに？ウォーレスの名において。これ褒めてるのかな？褒めてないよ。そして続く文章。生物学への大きな功績と別に、人類史に対しての大きな責任があるようですね。私は、単に生物学の学説を書いただけなのに、なぜこんな大きな影響を持つようになったのだ。さあ、戻りましょう。このチャンネルでも、炎上しやすい分野なのに結構発言しているのは、こうした裏付けがあるからなんですね。かぐやだよ。出た。今は昔、四半世紀前、初めて黄金の方を読んだ時ね。1995年1月9日だったの。そこ、どうでもいいですよ。この一節を読んでね、涙が出てきたの。なんで？わからない。わからないけど、何か思い出したって感じがしたの。大げさに言うと、この地上でやらなくちゃいけないことを思い出した感じなの。では、前回もチャンネル作成の動機とか少し聞いたけど、そういう個人的な経験もあるということですね。本当の自分って絶対にあるの？そんなのないってキザに言う人いるけど。単に、探してない、のぜ。そう。人はこの地上にご飯を食べに来たのではなくて、何か使命を持って生まれてくるんだね。ということは、天生輪廻の過程で、使命と目的を持ってそれに向けて努力し成長することができる。うん。生き物たちだって、人間とは違うと思うけど、他の生き物のためになったり、地球を美しく変えてきたり、何らかの使命と目的を持って、偶然でない命を尽くし、奉仕している。うん。きっと、人も生き物も、このかけがえのない地球を美しくするための光の子。あなたが生まれて、世界は美しくなりましたか？ありがとう。このパターン3回目よ。このチャンネルで、世界観を問いかけることを目指しつつ、個人的には何か使命感を持って、100本の動画を作成したということですね。今後の展開は？先のまとめの、精神世界を扱うあたりを展開するかどうか。ちょっと未定なんだけど。とりあえず、今は。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。